どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はなんかこう熱気がグッとくるような熱い曲いきます。ポルノグラフィティのサウダージ。このかっちょいい曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流で簡単でやってみましょう。簡単ウクレレでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。とはいえ、これ言葉の乗せ方、早口ですよ。はい。これをまず最初にやって、後半は、さらにそれに16ビートのあのキレッキレのシャキシャキリズムを加えた、かっこいいバージョンをやってみようと思います。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつか歌いたいあの曲、カラオケで歌ってる、いつも CD で聴いてる曲を、今度はね、自分で楽器演奏しながら弾いて歌う弾き語り。これ始めてみませんか？楽しいですよ。これもう音楽全体を自分で表現できるというね。でですね、そうは言っても私音楽は苦手ですという方がやっぱりね、多いんですよ。すごく楽器はちょっと私はきっと無理だなという方。ウクレレだったらできますから。間違いないです。で、まあ簡単なんですよ。弦も4本しかないでしょ。で、ちっちゃいからいつも触っていられるんですよね。それで、音楽デビューをしましょう。はい。この今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんウクレレで楽しく音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクがあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りにウクレレ見ながらじゃない、その動画を見ながら、全部動画ですからね、ウクレレ触ってるだけでどんどん音楽ができるようになっちゃいます。でね、これ YouTube ですから、いつでもどこでも、スマホでも見られるし、テレビに映せる方はテレビでも見られる。無料で。これはね、もう本当にラフに音楽を始めてください。よろしくお願いします。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽をウクレレでもうめっちゃ簡単にできるようにした簡単レッスン動画が700曲以上です。すごいでしょ。700曲以上もうアップロードされています。ありとあらゆる音楽。最新 J-POP、夏メロ、ちょっと、定番の J-POP、洋楽、ハワイアン、映画の歌、アニメソング、もう何でもありますからね。いろんな曲探してください。さっきのリンクのところで検索できたり、ジャンルボックスから選べるようになってますんで。お気に入り、どんどん音楽やっちゃいましょう。さあ、それでは行きましょう。ポルノグラフィティのサウダージ。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。私とはぐれるわけにはいかないから、いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。 1,2,3,4 嘘をつくぐらいなら何も話してくれなくていい。あなたを去っていくのそれだけは分かっているから、見つめ合った私は可愛い女じゃなかったね。せめて最後は笑顔で飾らせて、涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、その雫ももう一度飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸に留まり続ける限り、あなたを忘れずにいられるでしょう。許してね恋心よ、甘い夢は波にさらわれたの、いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ。あなたのそばでは永遠を確かに感じたから、夜空を焦がして、私は生きたわ恋心と、サウダージ。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。もちろん今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでお送りしております。2番とかもショートにしています。もし、全部フルでやりたい方は、コード進行は一緒ですね。歌詞だけ書いてって、自分だけでこうノートに書いて。歌も作ってみてください。で、テロップと一緒にできるようになった方は、今度は自分でこうノートに書いて、それを見ながら自分だけでやってみるのがいいと思います。ただこれはね、やっぱり言葉の数が多くて、この歌を載せるタイミングとかね、そういうとこ結構やっぱ深くて面白いんで、ちょっとこう、真剣にっていうかね、面白いですよ。取り組んでみてください。書くとね、よくわかるんですよ、そういうことが。で、私のノートをその時のために見てもらおうと思うんですけど、ここちょっと見てください。イントロ、フレーズ1って書いてあります。これね、イントロはね、これからやるかっこいいバージョンではバッチリ決めようと思います。今はね、いきなりこのサビの始まりから歌から入りました。これこうやって
一時停止でメモってってください。はい、まずここからここまで、ね、これがまあ A メロですね。はい、じゃあ一時停止で、よく見るとこの下にくるっと囲っているコードは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードで、今の上の段のシンプル簡単コードにアレンジしてたんで、まああの後で解説しますけどね、下に書いてあるのはかっこいいバージョンでやる。はい、でここが B メロですね。はい、ここダダダダダとか書いてあるでしょ、こういうのはテロップに書いておきますんで。で、ちょっと引っかかるこの Gm7 というコード、これなかなか見慣れないコードですよね。これだけちょっとね、どうしても逃げられないというか、これはやっぱ雰囲気出して後で解説します。ここのコードもね、はい、ここもコード変わってますね。はい、でここをサビ繰り返して、もうここ最後のサビなんですけどね、コード進行してて歌詞が変わっていくということでございます。はい、ですかね。で、さっき言ったんですけど、このイントロメロディーはね、あのここの一回サビが始まって、ここの間にもここフレーズ1ということで、イントロメロディーのフレーズが入ってきますと。じゃあコードの解説どんどん行きましょう。はい、まずは今日出てくるコード、ちょっと今日スペースがなくなっちゃってまたんで文字だけですけど、基本です。基本コード Am-FDm-D7CG7Em-7E7 ですね。これはもう典型的なガズレレ必須コードオンパレードプラス、さっき言った Gm-7っていうコードなんですけど、これをちょっと後で解説する。まずここの部分ね、これは超ガズレレではもう超基本コード、これです。ガズレレ必須コードというグループの仲間、コード10個ぐらいの仲間なんですけど、これはですね、どういうことかというと、音楽やる上ではコードっていうのを覚えなきゃいけないんですけど、そのコードって正式には星の数ほどあるんですよ。正式に数えられないぐらいある。もう何億、何万、何百億、もう本当にね、そんなことなんです。そういうふうに、考えると音楽って難しいなと思うんですけど、皆さん、ウクレレで音楽を始めようと思った。ウクレレにとってものすごく便利で、ものすごく仲良しのコードのグループのことをこのガズレレ必須コードと言っております。これウクレレにとってですからね。他の楽器にはそんな便利っていうこともないと思うんですけど、とにかくウクレレにとってはこの仲間がすごく便利。まずこれを足がかりに音楽を始めましょうということで。以前この10個のコードを私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。ここでこのコードを覚えてください。これをね、まず覚えた方がいいです。で、やっぱりね、8個とか10個とか入れると、うわ、そんなにあるのかと思うかもしれませんが、1個ずつ見ると指1本だったりするんで、とにかく頭にスッと入れるように、頭にこう体にパッと馴染むように面白おかしくそれを覚えなきゃいけません。それがさっきの動画ですからね、楽しく覚えてください。じゃあどんどんいきます。で、さっきも懸念に上ったこの Gm7 というコードですけど、これをちょっと、今からやってみます。これね、解説します。まず押さえる場所、ここと、ここと、ここの3つですね。こういう風にここをこうやってグッと2つ押さえてちょいと足すのがいいと思います。ここ、このぐらい反り上げてください。こうグッとこうね、はい。で、これがちょっと難しい方は、こうでもいいですよ。一個ずつ押さえて、ちょいでもいい。どっちでもいいです。まあでも、これ二つの方が楽かな。これ Gm7。これは、この曲にはちょっと欠かせないかなということで、ちょっとね、ここでやってみました。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。さらにですね、さらに、B7 というコードを追加しましょう。B7 っていうコードは他にも押さえ方があるんですけど、ガズレレではこの押さえ方の B7 を推奨してます。こっちの方が簡単だと思うんですよね。まあいや、これちょっとやってみます。B7 押さえる場所いきますよ。ここと、ここと、ここで、1弦は押さえません。ここと、ここと、ここ。こうですね。はい。これが B7 ガズレレ流。で、ちょっとできる人は2フレット全部押さえて、3弦の3フレット押して、これも B7 になる。まあ、どちらでもいいですけど、こっちの方が初心者の人は楽だと思いますね。はい。で、この曲のリズム、全体的なリズムは、はい、こちらです。典型的な16ビートのチャというリズムです。ちょっとこうサビでやってみましょうか。私は私これね、かっこいいですけど、ちょっと難しいんですよね。しかもこの曲の場合、なんかこうラテンっぽい感じの、こう打楽器っぽい要素のエネルギーをすごく感じるんで、まあ特にこの今日はビートが大事になると思います。一応ですね、この16ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャというリズムを、動画でマスターしてください。とはいえですね、これ順番がありますから、まず最初はリズムのストロークの基本の8ビートっていうリズムからマスターしてください。そこのリンク先に書いてありますからね。8ビートがちゃんとできるようになったら、8ビートのチャというリズムをマスターして、その次に16ビートをマスターして、その次に16ビートのチャというふうに、なかなかこう階段がね、登っていかなくてはいけない。いきなりこのリズムなかなか難しくて、皆さんこの16ビートのチャができるように、楽しんで練習しておられるというような状況です。はい。いずれ、これは楽しくやって、ものにしたいリズムナンバーワンでございます。16ビートのチャでやってみようと思います。それに加えてですね、今回はですね、このさっきも言ったんです、イントロで出てくるこのフレーズですね。
イントロフレーズ、これをちょっとやってみようと思います。このイントロフレーズ、ここにちょっと書き出してみたんですけど、見て、フレーズ1ね、2弦、これね、Aマイナーを押さえたまんま2弦だけでフレーズを奏でるということです。これ見てください。2弦なんですけど、000303、000332って書いてあります。これ2弦だけですよ。あとは Am 弾くっていうイメージです。ちょっとこれを解説します。まず Am 押さえとくでしょ。はい。Am 押さえたまま、2弦の3って言ったらここですよね。ここ。まず前半のブロックは、これ、003030。はい。これが前半。後半は、00332。00332です。Am 押さえたままだからね。これを繰り返してフレーズにしてます。こんな感じ。1、2、3、4。Am 押さえたまま3030と332。これ。ちょっと調整してみましょう。リズムは16ビートのチャですからね。この感じがね、怪しげな、こうラテンっぽい感じの雰囲気を出してます。これをイントロと、出だしと A メロの間の間奏のところで、このフレーズを入れてみましょう。これはなかなか面白い。はい。これはやっぱこう情熱的なリズムの、このビート感がだいぶ大切になってくる曲だと思われます。で、あと他にはさっきも言ったんですけど、テロップの中でダダダダって書いてあったり盛り上げるとか、ちょこちょここう、注訳が入りますから、そういうの見逃さないようにいきましょう。それでは行きましょう。サウダージ、ポルノグラフィティ、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。私は、私と、隠れるわけにはいかないが、その日までさよなら恋の頃よ。嘘つくぐらいなら何も話してくれなくていい。あなたを去っていくのそれだけは分かっているから。見つめ合って私は可愛い女じゃなかったね。せめて最後は笑顔で飾らせて。涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、その雫ももう一度飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸に留まり続ける限り、あなたを忘れずにいられるでしょう。許して恋心よ。甘い夢は何に触れたの。いつかまた会いましょう。その日までさよなら恋心よ。あなたのそばでは永遠を確かに感じたから、夜空を焦がして、私は生きたら恋心と。でん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 、イエーイ。せーの、ガチャン。サウダージ、ポルノグラフィティの曲、ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみました。この灼熱の感じに合う、ぐんぐん来るビートがこう表現できると、なおかついいと思うんですけどね。まあやっぱこのリズム感がやっぱ言葉もね、早口言葉みたいにバババと言葉が連なってるでしょ。そこも一個ビートなんですよ。言葉の中のビート、その口の、この言葉のビートとこっちのビートがこう、ガッとリンクするときがこうきっとね、気持ちがいい、こうグルーブが生まれると思います。まあこれはね、結構やっぱ、なんていうか、テンションというか、気分が相当ね、大事っていうかね、その気分が乗ってくる感じがすごくいいと思うんで、心込めて大きい声でやってみましょう。ありがとうございます。さあ、ウクレレ楽しいと思った方、どんどん周りの人にお勧めしてください。こんな楽しいことはそうないですから。はい、この今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルもご活用くださいね。チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いします。さあ、ガズレレですが、このウクレレでいろんなイベント全国駆け巡っております。次は東北行きますよ。そういうイベント情報やら、このウクレレの情報、このウクレレもね、皆さんの手に届けできるようにいろいろちょっと今動いてます。あとはですね、いろんな本出してたり、そんな最新情報をこれからちょっとご案内動画をこの後ひっつけときますね。お時間ある方、いやいや、ない方もぜひご覧になってください。はい、今日は見ていただいてどうもありがとうございました。では、ご案内動画どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。
まず東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい。これは、ね、東北攻めます、今年の夏は。夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いな。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい。でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい。でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック、100曲ですから、ぜひ皆さん声の本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。